Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. はい、こんにちは、高橋です。今回は新しいカメラバッグを手に入れてきたので、ご紹介をしたいと思います。ロープロさんのですねカメラバッグで、品番がね NOVA っていうのかな、 NOVA NOVA 180AW2 っていうやつです。お値段がね7095円、ビッグカメラさん渋谷店で買ってきました。買って帰ってきてからですね、ロープロさんのオフィシャルサイトを見たらですね8000いくらって書いてあったね。だからビッグカメラで買った方のがちょっとお安いのかなみたいな、なんかそんな感じです。で、まあ、カメラバッグ自体を買うのは超久しぶりというか感じなんですけれど、今まではねトートバッグ、もう最近ずっとトートバッグにこだわってトートバッグ派だったんですけれど、でトートバッグをね買ってきて、その中にスポンジみたいな、ほらカメラのさインナーボックスってあるんじゃないですか、ケースを入れて、それで使ってたんですよ。でもねやっぱりね、僕の場合ほらリモは普段荷物がもうほらだいぶ重いので、この辺のねこれ写ってるかな、これね、このガラガラ、リモアにここに搭載して歩いていたりするので、なのでね、まあ、トートバッグとかだとちょっと不自由なところがあって、まあ、今回ね、新しく購入したっていうところがあるんですけれど、じゃあそのもう少しねどうして買ったのかっていうその理由のところをお話ししていきたいと思うんですけれど、まずね今言ったようにこのリモアのさ、ここにトートバッグを挿してるとバカ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 こう持ち手のところをここに挿してたんですよ。そうするとね動くんですよ、めちゃ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 不自由。あとはねやっぱりそんなに大きくないトートバッグだったので入らない、まあ、そもそもで、あとはねトートバッグだと上が全部ガン開きになってる状態でしょ。満員電車とかに、まあ、結構電車移動が多いので満員電車とかに乗るじゃないですか。そうするとねお財布とか、まあ、いろんなものをね上からほらこう手入れられるから、もうヒヤヒヤするの、いつもかっぱられるんじゃないかなみたいなね、まあ、そんな感じでした。で、まあ、そういうのもあってちょっとね新しいの欲しいなと思って購入をしたっていうところなんですけれど、で今回このカメラバッグをね購入する時の、まあ、ポイントっていうのが、まずね上開きであることっていう、上開きで、まあ、だからリュックバージョンとかさ、なんかいろんなのタイプあるじゃないですか。である中で上開きですね、上開き、これこうやってやってここのところをチャックをねこうやって開けるとガバッガバッ、こんな風に開くんですよ。この上開きであることというのがまず一つ、僕の中では大きなポイントでした。なんでかっていうと、さっきのねリモアンとかにこう刺してるんで、だからガバってこういう状態ですぐさカメラとかさ出したいわけですよ。なのでこれまずとっても大事なこと。あとねこの上の手持ちがついてるって、これも結構僕の中では大事なポイントでした。これがねこういう風に持って歩けるってとてもねやっぱり楽で、こういうふうに移動する時も楽だし、あとそのリモアから出す時にこういう風にやってさ、バス乗っかったり、あとね階段、駅のさ地下鉄とかさ JR でもそうなんだけど、階段とかで割と移動する時、エスカレーターがない時、これ抜かなきゃいけないんですよ。その時にこの取っ手がついてないとすっごい不便な、なのでこれも必須アイテムでした。そしてねあとはねフロントフック、これです、このパッチン、これワンプッシュで開くじゃないですか。これがねついていないといちいちさこのチャックで全部こうやってやんなきゃいけないでしょ。それめちゃめちゃ面倒なんですよ。なのでこれね結構必須アイテム。最後までねどっちにしようかなって悩んだのがマンフロットのバッグで、マンフロットのバッグも大体同じぐらいのこのサイズであったんだけれど、これがついてないのよ。これ
で最終的にやめましたね。だから結構大事これ。あとね、まあリモアに刺すること、まあ、さっきからずっと言ってるけどね、ここの背面のところにこれね、この穴が開いてることで、今までのトートバッグにはこれがついていなかったので、なかなかないんですよ、トートバッグでねこれがついてるのって。でね、すんごい探してたんだけど、やっぱりなかった。結局やっぱりカメラバッグになってしまったっていうところがあるんですけどね。これもとても大事な、僕の中では必要なとこ。あとはね、休日でも結構やっぱりね、その持って歩くことが多いので、リモはなしで。そうするとあんまりさ、こうバカでかくて大げさすぎるやつじゃやっぱり嫌なんですよ。ちょっとコンパクトでね、さっとこう持ち歩いて、で、ミラーレスといつものこう持って歩いてるものっていうのがさ、後でちょっとご紹介しますね。いろいろ全部入ってる、入れられるっていうのがとても大事なポイントでした。そしてあとはね、普段使うものですよ。だから、まあ、ペンもそうだし、あと僕なんかあのギャッツビー顔面拭くやつとかさ、あと目薬とかさ、目がしょぼしょぼするから、いつもあとエアポッツかとかもそうなんで、あとご紹介しますね。そういうのも全部入ることみたいな、そこら辺の条件が今いくつ言った、 1,2,3,4,5,6、 6個か7個ぐらい言ったんですけれど、その条件を満たすバッグがこれでしたみたいなね、ということで、購入に至ったわけです。じゃあ順番にちょっとね、いろいろ見ていきたいと思うんですけれど、まずこれフロント部分なんですけれど、こんな感じでね、さっき言ったようにこのパチンみたいなのがこれあって、でここにね防水のファスナーがついてます。でちょうどね、ここ今ねちょっとほらモニター代わりに iPhone 使っちゃってるから出しちゃってるんですけれど、ここにね僕ね iPhone を挿しています。横見ましょうか。ここね結構僕の中では使いづらいなと思ってるんですけれど、メッシュのね、なんかこう小物入れみたいなものがついています。これ逆サイドも一緒、こんなのがついてる。でも結構使いづらいんじゃないかなみたいないうふうに思ってます。で背面がこんな感じで、でさっき手をニョキって出したここね、これがちょうどこのここの部分に刺さるっていうやつですね。とちょっと刺してみましょうか。こんな感じです。刺すとね、こういう感じ。その背面の続きなんですけれど、ここにもね実はジッパーがついていて、ここね入れられます。これはね貫通してないんですよ。貫通してない、なんか入れられるね。そして開きます。オープン。はい、そうすると中こんな感じになっていて、今ちょっとこれ α7-3 使っちゃってるんで、ここねこんな感じになってます。でレンズ、最近ねちょっとね交換のレンズとかっていうのも持ち歩くようになってるんで、これ入れる場所必要です。この部分もねトートバッグとかだともうちっちゃくてね、これ入れられなかったんですよ。だからもう買い替え時だったかなみたいなのがあります。そしてここね、この上のちっちゃいところ、ここに新しくこの前買った GoPro8 ちゃんが入ってます。これはもうサッと出してね、いつもサッと使えるようにこの辺にぶっ刺してみたいな。でここにミラーレス α7-3 入れるでしょ。でお財布です。お財布もここにねそのまんまサクッと縦でねちょうど入るんですよ。で敷居はねもっと細かいのがいっぱいあったんだけれど、全部取っ払っちゃいました。今は 1,2 この3つの敷居を使ってます。でここのお財布の脇にねこんなポッケがついてんだけど、これはまあどうなんだろうね、使うんだか使わないんだか、まあ、そんな感じですね。であとここにもね、このオレンジ色のここにポッケがあるんですよ。 iPad とかさ、そういうの入れたりするんだね、きっとね。 iPad 最近持ってないから何入れようかなみたいな、入れないかもしれない。でもう一つここの上のところにファスナーついてるんですよ。でここもだからなんかいろいろ入れられたり、でここにね SD とかまあなんか細かいのこうやって入れるんでしょうね。これはあんまりちょっと使わない感じだと思います、僕の場合ね、という感じなんです。だから結構ねバッチリ僕の要件満たしてるみたいな。であとそうだ、ここを
ガシャ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 開けます。フロントのポッケね。で開けるとほら小物グッズ。いつもねこれをなんかねちっちゃいねポーチみたいなのに入れてたんですよ。まずこれでしょ。あのレンズ拭いたりするやつ。そしてちっこいねハサミね。結構これ大事ね。でこれエアポッツ。そしてはいさっきも言いましたね目薬。そしてあとこれ今使ってるさマイクのこれねマイクの替えの電池です。これこれもいつも持ってるんですよ。でこの電池あとこれ GoPro の替えのバッテリーで替えのバッテリーが2つで鍵という感じですね。であとはねここにあのペンとかそんなのも入ってますみたいな。これで全部かな。これをあそこの上にぶっ刺して歩いてるわけなんですけれど、あとねこれね面白いのがここのね下のところにファスナーがついていて開けるとこっからねカッパが出てくるんですよ。カッパこんな感じでねカッパがベロンとこっから収納折りたたんでこれ入ってたんですけれど、で雨がさこれブワッ雨が降ってきた時にこれで一気にねこんなになっちゃいますみたいな感じなので雨でもバッチリ。今までねトートバッグで歩いてた時はねもうね雨になると大変だったの。上がもうほら開いちゃってるからさ全部濡れちゃうからね。であとは、まあ、ストラップがついてますみたいなねそんな感じです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。新しく手に入れたですねロープロさんのカメラバッグでした。しばらくはねこいつをちょっと愛用してガリガリ使っていこうかなと思っております。カメラバッグ新しいのね。新しいのっていうか僕みたいな使い方、まあ、する人も中にはこういると思うんですけどガラガラ引っ張りながらね、そんな人たちにはもう本当にねあのおすすめのバッグだと思います。ぜひご参考にしてみてください。では